では両チームのメンバー、まずは群馬です。ゴールキーパーは清水、ディフェンスは藤井、渡辺、畑尾、小島の4枚です。中盤の中央に岩上、内田、サイドに田中、久保田、前線には北川と大前が入ります。対する京都です。ゴールキーパー若原、ディフェンスは白井、ヨルディバイス、浅田、飯田の4バック、中盤のアンカーに川崎、インサイドハーフが福岡と武田、そして両ウイングが三沢、松田、最前線中央にピーター・ウタカです。横パスから戻したボール、転がって飯田のフィニッシュ、枠には惜しくも行きませんでした。左足で打っていきました。今のは決定的でしたね。ペナ前で左サイドから右サイドへ、人とボールがよく動いてますよね。スペースを使っていく、三沢、鳩がつく、折り返して宇高だ、よくブロックしました。飯田が持って中を使う、川崎シュート、枠には行っていました。さあ拾った北川、ディフェンス受けながら運んでいく、バックパス、大前が詰める、こぼれている、さあ奪った、大前流し込んでいきました。群馬先制、大前今シーズン3ゴール。押し込まれる展開の中、ホームチームが先手を取っています。まあこれセカンドボールですよね。セカンドボールの取り合いでここで奪ってから、このバックパスが少しちょっと風の影響が出たかなって気するんですよね。もう少し速いボールでっていうイメージあったと思うんですけども、風で少し止まったような感じはあるんですけどもね、まあ、ただここ大前がよくプレッシャー出てましたね。このキーパーの、まあ、少しクリアだったと思うんですけども、まあ、クリアミスを誘発させたのも大前のしっかりとしたプレスだったと思うので。さあサイドを使います。逆サイドへ豊かにボールが入る、そしてサイドバックの白井、ディフェンスかわしてマイナス、ピーター・ウタカ打っていく、ナイスゴール、ピーター・ウタカ今シーズン18ゴール目、右足を思い切って振っていきました。ここ少しサイドフリーのところを使って もう一度自分が向け直してなんですけれども、いやあまりコースないかなと思ったんですけどもね、振り抜きましたね。相手のもしかしたらまた通ってますね。これ非常に選択肢がある京都ですね、さあ群馬、田中から大前、前を向いて大前、左足、枠の右です。川崎、さらに武田、ワンタッチ、宇高、武田、そして松田、切り返した松田、ナイスブロック、よく守った群馬、体を張ったのは小島です。小島ですか、ナイスですね。今の完全に振り切られて、この粘りがやっぱチームにまたいいチャンスっていうのを与えてくれるかもしれない。武田が打っていきました、キーパー触ってコーナーキックです。キーパーとしてはおそらく処理しにくいシュートだったと思うんですけども、外転気味、まあ、群馬としてはまずはピンチは脱した格好ですが、まずはロングボールが来る、ピーター・ウタカ、ウタカが打つ、枠には行っていました。京都、松田、広げて福岡、ついていく、こぼれ球、シュートだ、荒木、キーパー正面でした。形でしたね、中央でのコンビネーションから最後外からクロス流れてくる、ゴール前セカンドボール、白石拾った、打っていく、クロスバー、このボールは笛、京都ボールです。いや惜しいシーンでした。ホームの群馬、荒木の右足のキック、低いボールこぼれてきた、ゴール前クリアをしていきます。ここでタイムアップ、1対1の引き分け、両チーム勝ち点1を分け合っています。
京都の猛攻、そして群馬のカウンター入り乱れた後半でしたが、最終的には1対1という結果でした。